藤井七冠のトークショーが行われて大変盛り上がったんですけれども、もともと行われる予定だった王位戦第6局がなくなって、まあその代わりにトークショーがまあ行われたようなんですね。実はこういったこと大変珍しいことだったんです。そこで何が語られたのか、そして幻の勝負飯に込められた思いを取材すると驚きの事実が分かってきました。藤井聡太さんのトークショーが行われる牧之原市の会場に来ています。スタートまでまだ2時間ほどあるんですが、待っているファンの方々もいらっしゃいます。やっぱり藤井聡太さんですね。あ、私が、はい、かわいいどういう頭の中になってるのかなっていう興味あるもんね。ねえ、あなたが強いと思う。僕とほとんど年齢が変わらないのに、あそこまでこう頭が冴えてるところが本当に素敵だなと思います。始まるおよそ1時間前にもなるとこの行列、県外から来た人も少なくありませんでした。千葉県です。千葉県ですか、はい、お話がを聞けるのを楽しみにしてきました。長野県です。生で直接お姿を見てお話聞けるのが楽しみです。中には栃木県や福岡県から来た方もいらっしゃいました。今回のトークショーは事前申し込み制です。全国から300人の将棋ファンが集まりました。さあ、いよいよその時が。割れんばかりの拍手の中、皆さんお待ちかねの藤井七冠が姿を見せました。牧之原市の印象を問われると、こちらも牧之原市に来るのは、まあ、昨年の王位戦第5局に続いての2回目になるんですけど、そうですね、まあ、昨年は、はい、初めて来て、まあ、その時も掛川駅から、はい、まあ、車でこちらに来たんですけど、そうですね、こう車に乗っていて気がついたらなんか周りがこう一面茶畑になっていて、こうびっくりしたんですけど、いや本当にそうです、こう素晴らしい、本当に絶景で、またこうその後こう今度はこう海が見えてきて、本当にそのコントラストもこう鮮やかで、本当にまあ素晴らしいところだなとこう、はい、思ったことを覚えています。日々多くの対局に臨む藤井七冠ですが、どうやってリラックスしているんでしょうか。まずは寝ることです。そうですね、やっぱりそうですね、どうしてもまこう対局がこう続くと、そのまま対局のこう準備であったり、こう振り返りであったりというところにまあ気がこう向くところはあるんですけど、やっぱり何よりまその対局にこうまあいい状態で臨むというのがこう一番大切なことなので、まあ、こうそれを、はい、意識しています。ただそうですね、こう家だと結構二度寝してしまうことがあって、それでこう結果的になんか10時間とかになっているので、いやそうですね、こう二度寝はやめてなるべく8時間ぐらいに留めたいと、はい、思っています。あの藤井七冠でも二度寝に悩むなんて、なんだか親近感が湧きますよね。今回行われたこのトークショー、実はもともと予定されていたものではありませんでした。牧之原市では今月王位戦の第6局が開催される予定でした。ただ第5局で藤井七冠が防衛を決めたため、第6局は幻に。しかし先月末に牧之原市に思わぬ吉報が届きました。8月の終わりに、まあ、トークショーを、まあ、行うということで、はい、主催者様から、まあ、連絡があってということなので、はい、その前に牧之原市さんとしては打診はしていた、ね、そうですね、はいはい、で行いますよということが正式に決まった、正式に決まったっていう流れですね。じゃあその一報を聞いた時、長谷川さんどんな感じだったんですか。いや本当いいんですかとよろしいんですか来ていただいてというふうには思いました。はい、藤井王位は前人未到の八冠をかけてですね、王座戦というのを戦っていらっしゃいますので、やはりやっぱ負担になってしまいますので、非常に、まあ、ありがたいと言いますか、もう本当に深く感謝するしかないなというふうに思ってます。藤井七冠が王座戦に挑んでいる中にもかかわらず、
トークショーが決まった理由について長谷川さんはこう分析します。将棋界の盛り上がり、でも今ではだけではなくて未来のことも考えてらっしゃるんじゃないかと思うんですね。未来に向けて将棋ファンを増やす、あるいは未来の将棋の棋士を増やす、そういったことが、将棋界そのものにとって一番いいんだと考えてらっしゃるから今回受けていただいたと私は考えています。なるほど、藤井さんはそういうふうに思っていると推測されているんですね。で、実は牧之原市では将棋によるまちづくりが進められています。江戸幕府で老中を務めた田沼意次、実は将棋を特技としていたという記録が残っていたんです。その意次が今の牧之原市を治めていたことから、市ではタイトル戦誘致のほか子どもを対象にした将棋大会を開くなど、次の世代に向けた将棋の普及に努めているということなんです。今回行われたトークショーでは子どもたちからの手紙も紹介され、中には藤井七冠へのこんな質問が。休憩時間によくおやつを食べていますが、子どもの頃の好きなおやつ、お菓子何ですかというご質問にはどうでしょうか。あ、はい、そうですね、子どもの頃ですと、チョコとグミをよく食べていたと思います。結構食べ出すと止まらないというところがあって、そうですね、こう両親に、はい、止められて、はい、いました。さらにはこんな質問も。友達になりたい駒は何ですか。何でしょう、ここでまさかの長考、出した答えは、じゃあ桂で。桂、はい。まあ、桂というのは本当にうまく使えばすごく強い駒なんですけど、逆に結構相手に取られてしまうことがあるので、できればこう取られないでいてほしいということで、はい。なるほど、桂馬なんですね。今戦っている王座戦でも桂馬を友達にしていい勝負ができるのか注目ですね。およそ1時間に及ぶイベントの最後、藤井七冠が王座戦への抱負を語りました。まあ、今市立の王座戦が、まあ、そうです、本当に、まあ、多くの方にこう注目していただけるこう舞台にこうなるかなというふうに思っているので、まあ、そちらで、そうですね、ここで、そうです、まあ、全力でこう、まあ、対局に臨んで、まあ、できる限りこう面白い将棋がこうさせるようにこう頑張っていきたいなと思います。